おはようございます。三宅正です。渡辺渚です。今週もご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。さあ1週間終わりましたけれども、はい、とにかくもうオリンピックね、もう大変です。1週間でしたね。睡眠時間も大変なことになってます。どんどん削れてきますね。毎日 2,3 時間ですから、ね、さあそんな中で今日、ね、はい、放送で一番気になったのはバレーボールだったんですね、はい、元バレーボーラーなので、元バレーボーラー、バレーボール見るためにやっぱり私も睡眠時間削りました。あ、そうですか、はい、ね、決勝トーナメント進出という、ね、ことができたわけですから、やっぱりね、このバレーボールにぜひ注目してもらいたいというふうにね、思いますね。これからも楽しみですね、はい、さあ、反省会ということでですね、はい、実はですね、一人今日どうしても反省させてくださいという人間が来ておりますので、ね、ここでですね、こんなことは異例なんですが、入れ替わりたいと思います。それではお願いします。何かありましたか今日、誰が、あれおはようございます。おはようございます。藤井光輝です。毎日目覚ましテレビを見ている方はもしかしたら気づかれた方もいらっしゃるかと思いますが、今日の5時台の目指すぽというコーナーの冒頭のレスリングのニュースだったんですけれども、今日三宅大先輩が読んでいたんですね。普段ですと私が読まなくてはならないんですが、私がそのレスリングの原稿の1ページ目を忘れてしまいました。大変失礼いたしました。下読みという事前に読むところがあるんですけど、まあ、そこでいつも下読みをしているんですけど、ちょっとそのスタジオがある回と違う回で読むんですね。そこで、まあ、今日もいつも通り下読みをして上がってきて、よし行こうかなと思ってパッと見たら1ページ目がないと最後の可能性を信じて、スタジオに向かって、こうスタジオにもこう原稿が来たりとかするので確認したところ、レスリングの原稿はないということで、そこから記憶は定かではございません。本気のダッシュを騒然となりまして、バッと取っていったんですが間に合わず、ただ私と入れ違いでスタジオに原稿が届いて、私がぜいぜい言いながら入ってきたら三宅大先輩が私の代わりに、しかも結構長尺の V を三宅先輩が初見で読んでいただいてしまったという、本当にありがとうございました。そして失礼いたしました。こんなことがないよう、これから毎日日々原稿の枚数を自分でダブルチェックぐらいするくらい真面目に取り組んでいきます。今日は本当に申し訳ございませんでした。本当の反省会になっちゃいました。すいませんでした。来週もお楽しみに。来週はこんな反省会したくないですね。すごい角度。